トピアスサイトで今回なんですけども、ランクマッチで相手当たらなかったのでツイッターで募集して、テイルさんという方とフレンド対戦することに、いたしました、よろしくお願いいたします。バンギアーマーがトリトドン、ウィンディー、ローブシン、ドラパルトということで、まあ、中速寄りのパーティーってところですかね。トリックルーム使えるポケモンがいないので、まあ、アーマーガーの追い風とかそのら辺なんですかね。まあ、今回僕が使うポケモンは、まあ、ストリンダー、これがね新しく持ってきたポケモンで、回復の薬持ってんじゃねえかというような見た目の持ち物なんですが、これは新しいアイテムでですね、ノドスプレーと言います。これは音技を使った時に、自分の特攻が1段階上がるというね、ニンフィアとかストリンダーとかそういうポケモンで、まあ、使いやすいような、持ち物になっております。はい。でこのストリンダーなんですけど、特性がパンクロックというのがありまして、音技の威力が 1.3 倍になって、受けた音技の威力は、まあ、半分になるというところですね。で、技ですごい強いのを覚えるんで、それがね、今から見せどころですね。では、よろしくお願いいたします。まあ、今回ダブルバトルで、まあ、ストリンダー強いみたいなタイトルにしてると思うんで、はい。ストリンダーのね、メイン技は音技で電気技特殊なんですけど、全体技で相手2体だけに攻撃することができるっていうめちゃくちゃ強い技で、まあもちろん音技なので、ノゾスプレー発動するわ、あとはね、特性ノルワでめちゃくちゃ強いという雰囲気でございます。で、こいつ自身タイプ電気毒ということで、まあ今回説明すること多いな。はい、そういう感じでございます。ウィンディローブシンか、これはまあ耐えれるんじゃないか。ウィンディーにいい感じに炎技で倒されたら嫌なんで、ここはちょっと変えていきましょうかね。変えていこうじゃないか、ダイマックスしていきましょうかね。相手がローブシン、ウィンディーなんで、飛行のダイマックス技でローブシンに抜群つけるんで、そこは一応いいですよね。でさらに飛行のダイマックス技使うことによって、味方の素早さも上げることができるので、ストリンダーとてもいい感じに素早さ上がって、蹂躙していく構えができるような雰囲気もあるのではないでしょうか。ロブシ引っ込んだ。やすやすと倒させてはくれないか。ドラパルト OK です。あ、ドラパルトしんどいな。ドラパルトがいると、まあ、ちょっとね、1段階素早さ上げたぐらいじゃ、まあ、動けないっていうね、最悪な事態になっているので、ここなんかいい感じに、飛行のダイマックス技と電気のオーバードライブで倒せたりしないかな。いい感じで AS だったらワンチャンない。鬼火きつい、鬼火きついな。あーマジか、そういうのがあるんだ。しかも早いしね、まあ、早いってのは普通か。いけ、めっちゃ暗い、微妙すぎる。ドラパルト急所当てていく。めちゃくちゃ強いみたいなタイトルに知ってると見せかけて、めちゃくちゃ微妙な威力になってしまったよ。まあ仕方ないね、これは全然大丈夫です。というのもですね。あーでもこれ鬼火入ってなかったら普通に倒せてるな、もしかして。あ、でもまあ急所当ててるからな。はい。で、これね、ダイマックスしたんで追い風使えないんですけど、もう一回、大ジェット打つと、いい感じに、素早さがストリンダー2段階上がるので、ドラパルトが倒せる感じになりそうですね、上から。それを狙っていきたいですね。まあ鬼火、撃たれてちょっと役割遂行しづらいところではあるんですけど、まあまあまあ仕方ない。だウィンディあれか、鬼火結構すごいな。テクニック感じますね。はい。ローブシンに対して出しがったと思ったんですけどね。怪しいところだな。まあでもこれね、次からストリンダーめちゃくちゃノドスプレーで上がってるんで、次から強いですよ、マジで。はい。ウィンディ多分 D 振ってるでしょ、この感じね。さすがに。ドラパルトダイモンしか、きついな。でもこれは、オボンが発動したことによっていい感じにフレアドライブ耐えるんじゃないか。あ、まず大ジェットから動ける。よかった。相手、最速ではなかったですね。オッケー、ドラパルトを倒していった。これは大きいですね。多分ギリギリでしたけど、まあ、これによってかなり、めんどくさいところは倒すことができましたと。ストリンダーの攻撃を通せる準備ができてまいりました。オッケーオッケー、バーカードか。ガーマーガーは、まあ、特攻使わないんで、あんま関係ないですけど、まだウィンディの型がバレて、割れてないんで、ミラーアーマーでバークアウトを跳ね返すことによって、相手が、もし特殊だった場合は、まあ意味があるというところでしょうか。
このテイルさんかなりダブルバトルで名前聞くことが多いんで、とても強い方だなと思うんで、こういうフレ戦でねやっていけるのは今のランクマッチに比べるとだいぶ質がいいかなというところで、まあ序盤ねシングルと違ってダブル盛り上がってないから、はい、これから盛り上げていかないといけないんですけど、まあ、とりあえずフレ戦で最初の方動画投稿するっていうのも一つの手かなというところですね。ローブシン来る。ストリンダーローブシンに倒されなさそうですけどね。大ジェットまあまあ抜群だからローブシン打たざるを得ないか。ウィンディに多分ね打ってもなんか木の実で回復されそうだなっていう印象があるので、ここはローブシン倒しに行くためにこうオーバードライブでいけ。これめっちゃ火力高いでしょ。いけいけ。硬い硬いっちゃバチングにでエレキフィールドまで張る必要があった方はマジで木の実だったし、やっぱ耐久めっちゃ振ってるよな絶対な。倒せ、オッケー、これでかい、これはマジででかい。相手のウィンディ多分耐久振ってるからストリンダーとかね倒せる技とか多分ないんですよね、おそらくですが。このストリンダーの育成はまあ HC みたいな感じですね。キラーまで跳ね返す。まあ、素早さが2段階上がって、ドラパルト抜けるまで、やってますね。追い風か、もしくはダイジェット2回で抜けるようにしてます。はい。これはかなり、ストリンダーガチの活躍を見せたんじゃないか。アーマーガーに対してもかなり、ストリンダーのオーバードライブで、やっていける並びになっているので、これはかなり、有利中の有利に見えますね。オーバードライブ見せてやれお前の火力を。ウィンディ守る。耐えてからまあ追い風からの切り返しとかそういうのがあるかな。ここはまあ抜群なんで倒してほしい。さすがにいけ倒せ、いいとこ見せろ。勝って硬すぎるが、このストリンダーハーブ使ったんですけどね、なんかおかしいな、硬すぎないか。やんほど硬いな。追い風で切り返されたので、まあ、自分が素早く3段階、言うても3段階曲がってるんで、相手より言うてもまだ早いんですよね、多分。大ジェット連打した回がありますね。これは多分こっちの方が早いですね、まだ。なので、まあ、ここ、まあ、ブレイブバード、まあ、追い風でいいか。追い風と、オーバードライブで行きたいと思います。はい。バークアウト食らってるからな。仕方ないっちゃ仕方ないかもしんないですけど。ダイマックスでここでアーマーガーか。相手ダイマックス最後まで結構取ってたもんな。フライドにかけて倒しきってほしいところですが、ここは一旦追い風というところで。倒しきることはできないと。こいつも木の実か。まだまだ僕のストリンダー生き残ってます。あ、避けていく。オッケーオッケー。まあ生き残れさえすれば全然大丈夫なんで、倒されなければ大丈夫。ウィンディ炎技あるあるよなとは思うんですけどね。からの大ジェット、素早さも上げられていくが、まあ、ここは追い風で返しているので素早さとしてはまだ負けていないという状態ですね。まあ、ストリンダーね、まあ、削ってるダメージ量はまあ微妙なんですけど、はい、まあ、微妙ではあるんですけど、とはいえ動いてる数がめちゃくちゃ多いんで、おっしゃかった、対戦ありがとうございました。いやー、まあ、倒されなかった、まあ、打ちまくったのがかなり良かったですね、ストリンダー。はい。これはかなり、いい試合というか、ストリンダーが活かせる試合で良かった。ストリンダー舐めてました、ありがとうございましたっていう DM が来た。うわ、嬉しいな、これね。ありがとうございます。はい。というわけで、今回、また Twitter で募集しました、おっさんさんと対戦させていただきます。よろしくお願いします。バンドリ、リザード、アーマーガー、カポエラ、トリトドンということで、なるほど、リザード初めて見たな。今回今巨大マックスできないっぽいんで、まあ多分できないという想定でやっていくとして、カポエラも初めて見たな。
どうしようかな。とりあえずアーマーがまた今回行きたいですけど、リザードンがきついんで、リザードンに対して僕のパーティーで強いとしたら、まあストリンダーはまあちょいちょい強い方かなとは思うんですが、まあサザンのが強いかもな。でもストリンダー、まあ、相手がドリューズリザードンの出し方でなければ、あのアーマーがストリンダーでいける感じかな。いやでも、いや上から、いやでも正直アーマーが今の環境だとリザードンにワンパンされないから、別にいけますね、正直。ストリンダー出しちゃって別にいいっすね。でも正直ドリューズに対してストリンダーが全然息してないからそれはそれできついな。ストリンダー後ろから投げるのもありだな。場を整えてから行くのもありだな。サザン、マンム、どうしようかな。サザンで行きましょう。サザンストリンダーで、ドラパルトかな。まあ気持ちドラパルトっぽいっすね。気持ちドラパルトっぽいっす。これでよろしくお願いいたします。お、背景一緒じゃん、背景。チェック柄のね、これまあまあの、まあまあの良さがあります。出し方気になるな。バンドリ本当にちょっときついからやめてほしい。カポリザー、なるほど。カポリザー了解っす。カポリザーか。これサザンダイマックスあるな、これ正直な。いやでもメガネなくなるからな。威嚇跳ね返していく。それバックアド。それはアド。まあ、倒されたくないんで、アーマーがまあ、DMAX して、まあ、これで猫直し食らわないんで、カポエラ方向縛いていきたい。まあ、素早さもね、上げれるんで。で、リザードン多分今の環境、特防そんな高くないから、流星群でぶっ飛ばしちゃっていいような気はしますね。まあ、カポエラ引いてきて、はいはいはい。あ、バンギラスか。これはあれだな。とりあえず、飛行技受けられるっていう感じにはなりましたが、ちょっとサザンダル上取ってくれねえかな。頼む、上取れ。相手ダイマックスか。しんどいな。倒させてくれないか。まあまあまあ。巨大じゃないリザードン。まあ、今巨大使えないからね、うん。巨大されたら逆に面白いみたいなところもある。流星群で倒してほしいんだけど、さすがに無理か。でも今回飛行技選んでるから、上取れるんで、絶対次のターン。リザードを流星群2回、バンギラスをダイスチルで倒せれば、かなりいいっすね。ダイジェットプラススチルでいい感じにバンギラス倒せる世界線が欲しい。って感じっす。ダイジェット。あー、マジか!なるほど、炎で欲張ってくるわけじゃなく、ダイジェットで素早さ、体を取ってくるという感じか。それはかなり、スマーティングですね。なるほど。なんとなく抜群と、ああ終わったー。これは結構、やばいぞ。これまずいなー。でもまだストリンダーの活躍の余地を残したとも言えるね。うん、言える言える。あー、リザードンの方が早いからな。一生これ。ダイジェット撃たれてやばい。ダイジェットに対してダイジェットで対抗していかないと、相手のバンギとか、もうちょっときつくなってくるか。いや、でもこれ、サザンダル倒されたら相手だけダイジェット状態になるんか。これ終わってんな、マジで。最低最悪の夜だな、これ。であればもう、吹っ切れてダイスチルをバンギラスで撃っちゃうのがいいかもしんないですね。仕方ないんでね。これはきついな。この流星群、あ、大バーンで来た。大バーンで来るのいいぞ。一応耐えれるんで、まあ、砂嵐状態なんでね、2回目はあの晴れから来るからちょっときついですけど、一旦ね。まあ、とはいえ、これで一旦高圧的に来られたのがきついな。流星当てた今回。倒せないか。まあ、それ倒せないわなって感じはあるんですけどね。なだれ。これアーマーがバンギ倒すのはまあ倒すで偉いと言えば偉い。いやー。リザードン突破して、OK 倒していく。やっぱ強いな。ダイスチルマジで半端ねえわ。
これリザードの攻撃をいい感じに透かしていきたいんですけど、ああ、ゴーストダイバーダイマックスの守るは貫通できないみたいですね。どうしよう、ドラパルとストリンダー、正直ストリンダー行きたいですけど多分やられちゃうんですよね、おそらくですけど、おそらくやられちゃうね、ダイバーンで。なのでカポエラ、はい、カポエラに対しては、この出し方かなり、刺さってはいますね。ドラパルトクリアボディで威嚇効かない上に猫魂も効かないんで、このターンはいい感じですね。でダイマックス何ターン目とか出ないのこれ、今気づいたけどこれダイマックス何ターン目が出ないの。まあまあまあ言うても多分2回だから、相手も2回で次消えるんで、もう大ウォールでいいですね。大ウォールと、大ウォールとドラゴンクローか、相手ちょっと待ってな、素早さが、1段階上がってるか、1段階上がってるなら抜かれるな。ということはここは守りながら攻撃していくのを狙いたい、正直。これを狙いたい。これが決まってほしい。まあでも決まんなかったとしたら、まあリザード守ってるってことなんで、まあそれはそれで。ドリューズか最後。リザード守ってないっぽいな。ダイジェットか。なるほど。おっと守ったオッケー、アーマーが守ったオッケー、これ決まったか、いけ倒せ、オッケー、よくやったドラパルト、ドラパルト佐藤よくやった。さあドリエスとカポエラということで、まあこれはちょっとドラパルトで結構いい感じに攻めていけそう。さらに、アーマーガーも倒されにくくなってる状態ではあると思うので、かなりいいですね今のターン。でかいですね今のターン、ほんまにでかい、マジで。さあできるなら跳ねかな、正直。まあ守れないからここをいい感じに倒されてしまいそうなんですけど、うーん、アーマー側はこのターンやられる可能性も考えておいたらいいな。あーどうしよう、アーマー側に猫プラス、あでも正直多分倒されないな。てかゴーストダイブでないとドリューズに対してあんま打点ないっていうのと、まあ僕はストリンダーで動くためにはドリューズを何とかしないといけないっていうのがあれ。オッケー、避けた、避けたというか、まあゴーストダイブで透かしたと。オッケーです。しかもいい感じに耐えそうだ。でもこれインファイト打たれてやばいんか、これやばい、これ飛行がなくなってるからやばい。あでもやっぱ B 上げただけあってかなりいいですね、それはいいですね。であれだな、カポエラよりとりあえず早いということで、これは結構大きい情報ですね。つまり、まあ、相手がようやく防御は下がったので、ブレイブバード一発で倒せるっていう感じですね。さっきだと多分ブレイブバード倒せなかったんですけど、これで倒せるかなっていうような、まあ多分ダメージ感覚としてはそれぐらいって感じですかね。まあ多分勝ったっぽい雰囲気はあるな。でもこれあれだな、もしかして動画としてはストリンダーがこれ活躍してないな。まあいいか、大丈夫だ。ストリンダーが裏にいる圧力。ゴーストダイブで、まあまあまあ、これぐらいのダメージ入れつつ、ブレイブワードで、オッケー。オッケー、カポエラ倒していき、よし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 。これは勝てる。アマが急所か。え、違うの、弾火力高くないか。最後に気持ち程度に登場ストリンダー。これドラゴンクローでいいかな、ハイパーボイスとドラゴンクローでいきますか。ゴーストダイブ打った方が賢明なのかな。はい、対戦ありがとうございました、よかった。いやー、今度からツイッターで、まあ、募集するのがありだな。ちょっとしばらく当たらなかったら、この戦法でちょっと対戦を
やっていきたいと思うので、ぜひ僕にツイッターで話しかけていただければと思います。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。なんかね、僕ランクマッチやってると当たらない上に当たってもバンドリみたいな感じで、本当に収録にやばいほど時間がかかって、なんなら収穫ゼロみたいな感じだったので、今度からフレ戦でいい感じに効率よく面白く強いパーティーと戦っていくっていうのを狙っていきたいですね。はい、ぜひツイッターで募集する可能性があるので、僕のツイッターとかね、チェックしていただければと思います。はい。これからもね、剣盾の動画とか、情報動画とか、いろいろね、出していこうと思うんで、よかったらチャンネル登録と通知オンとコメントとかね、めっちゃしてくれたら嬉しいです。あと、高評価とね。はい。その辺よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。